はい、おはようございます、今日は11月20日はい、高蘭渓に来ました。すごいですね、この車。家を5時50分に出て6時半前には着いたんですけど、下の駐車場はもういっぱいで、この山の中に来ていますけど、ここももう溢れそうですね。こんなに人が朝早くから来るとは思いませんでしたね。今は7時か。でも紅葉は今が盛りですね、きっと。これが飯盛山ですか。はい、本当にすごい。すごいね、本当まだ7時ちょっと過ぎなのに。これ日が当たったら綺麗なんだろうけどね、今日晴れのはずなんだけど、まだ霧かかってますね。すごいですね、人が。今日はそうか、モミジもそうだけど、人も見るようなもんだな、今日は。なかなか見事ですね。すごいな、朝からもうあそこで食べてる人もおるだ。これはおでんとかなんかじゃねえか。はい、いらっしゃいませ。いかがですか。さあ、出ました。2つなんてこう置いた瞬間ですよ、もうここにいる方全員が2つもみたいな。はい、行きます。それでは行きますよ。続いては2つ。こんな盛り上がるなら行きましょう。一気に3つ。朝だ、今飯店はみんな行列だな。すごいね、この赤も。朝から食べ回しにやってる。屋台に全部置いてる。すごいです。みんなが早く来るから何も早く来る。人が来るのもようわかるな、こんだけ綺麗だと。ニュースでやってた。やっぱり見頃。今日が一番見頃だろうね、やっぱり。もうちょっと過ぎると赤もな、鮮やかさがなくなってくるし。やっぱり山の方を見てみよう。日が当たっとると、綺麗。うん。おお、山の方を見てみよう。綺麗お店のところが明るい。すごいね。
これお日が当たったら真っ赤だよ。これも 日が当たったらもっと綺麗に見えるんだけどね、うん、あの辺がいいじゃん、まあうん、完全に赤じゃないところが、うん、なんかうちの温泉あるけど昼前ならなかったこの店もやっぱし並びますね。日本ですね。次日本。塩焼きも捨てがたいけど酒が飲めんで。高尺寺、うん、このもみじは葉っぱが大きいな。だから全然まだ紅葉してないけど、うん、はい、じゃあ飯盛山登山ですねコースタイム15分と書いてあります。さあ今8時14分ですね。何分で上がれるかな結構まだ濡れとるから滑るかわからんな。結構な登山道ですね。なかなかきつい。でもまあ半分ぐらい来たかな。歩き出してまだ11分だけど15分だから歩いた歩いたよはい、山頂着きましたね。はい、35分か21分でしたね。もみじの絨毯ですね。すごいな、この感じ。あれ、上がってくる人もいた。うん、こっち上がるの偉いよね。ねえ、まあ一緒だけ。こちら階段ばかりの下りでしたね。屋台がいっぱい出てますね。いや、あのイチョウがいいや。
うん、あ、空車になっとるの。あ、反対側からか、なんか。あんまり混んでないか。153は。満車で、まだこっち入っとるやつおるじゃん、こっちの手前に。なんだ一体。出て、一台出て行ったら入れる。おー、そういうこと、うん、あんまり思ったほど混んでない。はい、どうも、人だらけですね。たこ焼きもうまそうですね。これは何、これ大きな、また肉巻き、なんだあれ、干し柿、大きいよ。今の水は昔の民家か。これ店やか、これへそ風呂、どういう意味だ、へそ風呂。ごめんね、へそ風呂ってどんな風呂。これはどういう傘なんだ、このちっちゃなやつが。だから飾りじゃん。飾りか。大したとこじゃなかったですね。昭和村みたいな。うん。今作ってみた。すごい。切れた。でこれをさ、覗き込んで真上から吹いて息を引っ張って、あ、これ置いといて、置いて真上から止まる。髪の毛じゃない。めっちゃ回ったな。回った。何作ってんのあれ。わからんな。風車。あ、風車。おい。もう。もう立派じゃないかこれ。牛肉用だろこれ、ちゃんか。子供が多い。結構するじゃん、この木で。材料が好きな。